名人であるナック藤原氏と共に散策してきました。いくつかとても面白いことがありました。一つはね、とてもファンキーないいギターを弾くギタリストと知り合いました。黒いレスポールでね、ジャガポコやるんですよ。で、まあ即興でその場でちょっとセッションしたんですけど、なかなかいいギタリストでした。セプテンバーとかね、Do You Remember って即弾いて、私も歌を歌って、すごくいいノリでした。で、お名刺をいただいた方の中で、印象深かったのはやはり下倉が切るね、花野さん。神田さん、下倉セカンドアンドの神田さん、ありがとうございます。ヤマハのこちらのね、1970年のヤマハ、これを神田さんから購入したんですが、スペインのギター弾いてみたんですけど、音が明るすぎるんですよ。で、ナック藤原氏とね、オープンチューニングについてちょっと話をしたんですが、オープンチューニング何を言ってるのか理解しますよ。オープンの G とかね、オープンの E とか。で、そのナック氏は私に対して話にならないって言われたんですけど、結局自分が弾きたいチューニングにすればいいんですよ。ナックさんの言ったことはよくわかりますよ。オープン G とかオープン E とかね、それは自分が望んでこの今チューニング回してるんで、それは何、なぜそうしてるかというと弾きやすいからです。まあよく使うフレーズでこの形のまんまこれで弾きやすいからです。これを例えばオープン G にしたとしたら、それブルースは弾きやすいですよ。これはどの調に対しても指が楽だからこのチューニングにしてるんです。理由がないわけじゃないんですよ。で、八王朝だったらこれで八王朝、このチューニングにしてるんです。オープン G にしてしまって単調の曲を弾こうと思ったら指使いが難しいです。私たちは即興でマイナーにも八王朝もね、対応しなければいけないんで、その結果妥協の産物として、こっからここで一つ変わるわけです。ここで半音変わるわけです。なぜここで半音を変える必要があるかというと、指が楽だからです。こうなった時、これ半音変えなかったら指使いが大変になるわけですよ。なのでここで半音を変えたチューニングにしてるんです。なので理解してないわけではないですよ。オープン G ならオープン G でもいいんです。オープン G のギターを1本用意しといて、ただそういうケースってあまりないんですよね。オープンチューニングを使うことにすごく
優位性がある、場面がないからしないだけなんです。でこれを何の和音かというと、簡単に言うと E A D C E、 これに名前をつけろというんであれば、これを本当にオープン E でしょう。オープン E の下に何につけてもいいです。ご立派な和音ですから、これでも曲になるわけです。1個出せばこうなります。マイナー、メジャー、指1個さえ添えるだけでマイナーとメジャーを切り替えられるわけです。なぜそうなったかというと、3弦がポイントなわけですね。3弦が半音ずれている、それによって開放コードを弾くと E マイナーになるわけです。1個出してあげると E メジャーになるわけです。明確に楽じゃないですか、マイナーとメジャーと引き分けるのに。簡単じゃないですか。この形を作ればいいんですから。この形のまま A マイナーにできる、 E メジャーもできる。ね、これは一つもギターのね構造と、あとは人間の指の構造からこうなったのであって、やはり発祥はスペインですから、スペインの人たちがね散々考えて、単純に手が揃えやすいじゃないですか、この方が。安いんで楽を求めた結果こうなったわけです。その分プレスタイルの幅が広がったり、あと歌が歌えたり、そういったことなんですよね。なので、あ、そのチューニングはにしたけど、そのチューニングにすればいいですし、私の場合ですと、440から435の間、で調整することが多いです。それはもう相手の一緒にセッションする方、もしくは歌を歌われる方の音域に合わせたり、あとは管楽器ですね、管楽器を442、あとピアノ442の場合声ですから、その場合は A なり E の音をもらってそれに対して合わせます。なのでチューニングというのはその人がチューニング合わせればいいことであって、何に出なければいけないというのはないんですよ。私このポリチューンを目に使ってますが、やはり精度がいい。しかしどっちでチューニング合わせるかといったら、やはりこっちの音差なんですね。これで叩いて耳に当てて、これ物理的に440、間違いがなく440、ただし熱の関係で部屋に置いておくとこの物体自体の温度も変化しますね。厳密に言うと変わるんです。ただそれイコールこれ機嫌にすればいいんで、非常に音差っていうのはね理にかなっているものです。今日はねとても楽しい一日でした。ラクシーもね、ミュージックマンのギターとても似合ってましたよ。あのお金にね余裕があればぜひ見てはどうかと思います。とてもにやっていましたし、とてもいいギターでした。とても私は触ることすらできませんでしたね。とても弾きこなせると思いませんでした。あとエレキギターではフェルナンデスの、ホテイさんのモデルのストラトキャスター版の爆竹の今井さんという方がお示したモデルのようですが、とてもね弾きやすいギターでした。とても格安で売っていたんですが、今ね3台、ギブソンのレスポールジュニアとシャーベルのストラトキャスターとグレコと思われるレスポールと、もしポール・リード・スミスあるんで、なかなかスタジオに置く場所がないので、まあ、購入に関しては今回見送ろうかなと思ってるんですが、
このギターに関してちょっと、一度ね神田さんに見ていただくのもいいかなと思っております。そんな感じでね、今日の下倉、ごめんなさい、お茶の水散策とても楽しゅうございました。出会いはある別れはし、それではまた次の動画でお会いしましょう。竹下敦史でした。